岐阜県美濃市の郊外にある三直パーラー十三館先月オープンしたばかりですが多くの人が詰めかけています三直と言ってもここは一味違いますたちアイスクリームやサイちゃんですうん上手う <laughs> <laughs> そう自分でパフェが作れるんです重箱には朝収穫したばかりの真っ赤なイチゴ、濃姫をはじめ生クリームなどパフェに使う5つの材料が準備されていますこれを好きなように盛り付けて自分だけのいちごパフェが作れちゃうんです 生クリームといちごのソースの層になるように入れました <laughs> 子供たちも夢中できたた楽しかった <laughs> 自分で作ったパフェは格別ですよね

長いほどより甘くなりますし、それが三十日超えると、甘さが一気に上がるので、三十日を超すように調節しています。伏見さんのいちごは、高いもので糖度が十五度にもなります。伏見さんは、農業関係の大学やメーカーに在籍し、去年脱サラ。いちご農家になり、おいしいいちごができましたが、ふとあることを思い立ちました。 イチゴを作るだけじゃどうしても中山間っていうこの場所に注目されないなというふうに思ったのでみんなが注目してくれるような場所その飲食も必要かなというふうに思いました食べるだけでない楽しい時間を提供したいとパフェ作り体験を考案ただおいしいものを作るのではなくイチゴが育つ町自体もアピール名古屋の人とかもあそこのパーラを目指して来ていただく。 喧騒から離れたゆったりと静かな時間を過ごしてよかったなというふうに思ってもらえるようにしたいです。